はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、続きやっていきましょうか。LB2。前回ね、まあ、びっくりさせられたよね。なんか急にイビーちゃんが後ろからドッキリセクハラ大作戦大成功を収めたんですが、まあ、なんとかね、クレアちゃんの、低層を守ることができましたんで、あ、ポチッどうなユイーンしながら、いやでもあんな後ろから急におっぱいわしづかみされたら誰だって驚くしね、もうナイフ突き立てちゃうよね。びっくりびっくり。ということで今回は、まあ、こんなね、まあ、全然プルプル震えないね、どちらにもよらない重力に逆らったカッチカチのおっぱいをこう、吊り下げながらですね、違うビデオ撮らない、そんなエッチなビデオ撮らない。爆弾。OK。で、とりあえずこいつをカチャコンしといて、なんだったっけ、AWS ってね、Amazon Web Service。で、ほい、OK。で、カチャッとはめちゃいましょう。ピキッ、はめはめしちゃいますよ。で、取り上げて、で、これはもういらないので、ポイ捨て。多分、あれで足元にガッシャーンってやって、踏んで。てか、思ったけど、そこにさ、アイテムボックスあるけど、あれ多分罠なんだよね。これアイテムボックスを一回も開かないでやるっていうレコードがあるじゃないですか。あれ多分罠で、あそこに AWS の横に置いておくことで、間違って開けちゃって、レコード達成を阻むっていう。だって、じゃなかったらあんなところいらなくって、この先にさ、あるわけじゃないですか。アイテムボックスがさ。それで十分なんじゃねって思うけど、それでもやっぱなんかね、用意させられるっていうことは、なかなか、いやー、ちょっと罠なんだなーと思ったりするけどね。ということで、ウロボロスをハメハメしようと思ったけど、まあ残念ながらウロボロス無理ね。ダメだ。で、クイッと。これがうまくハマるっていうのがすごいよね。ま、ガチャコン。嘘、やった。はい、オッケー。これね。すごいな、なんかボコボコしてるよね。炭酸みたいなボコボコ感がある、ね、よし、じゃあこれで、どう倒そうかな。なんかただデデ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 
れで、OK、硫酸。で、アイテムカチャコン。アイテムカチャコン。アイテムボックスカチャコン。いや、ほんとね、ロケランぶちかましてどのくらいの、ね、あれで、あ、違う、それはでもレオン編で試したから別にいいのか。で、これとこれ組み合わせて、ほい。ほい。以上。で、もう一丁。あ、でこれこっち。オッケー。そうそう。娘ちゃんがね、最近オッケーって言う、こっちがオッケーって言うと、オッケーってめっちゃね、早口でね、こう、まあ、1歳、まあ、2歳も近づいてくると、だんだん喋れる言葉とかも増えてくるからね、おはようって言ったら、あーよって言ったりとか、うん、おかえりって言ったら、あーりって言って、で、なぜか、好きって言うと、おいしいって言ってくるんですよね。好きなことは美味しいらしいです。うん。まあ、そこら辺が面白いね。まあ、僕もだってわけわからないこと言いまくってたもん。枕のことバララって言ったりね、チョコレートのことゲゲーコって言ったりとかね、もう原型とどめてねえよっていう話だからね。まあいろんな言葉をこう覚えていくのはすごくいいことだと思うし、それがこう普通に考えると大人だと理解できないような言葉を発するっていうところが面白かったりとかするよね。まあ大人の世界でもね、こんな普通に考えるとありえないね、目玉が大きく出てくるような、ね、そんな怪物がね、一発で硫酸弾で倒せると思い込んでいる謎のね、おばさん科学者とかいたりするもんね。あれこれ意外と若いんだったっけ。ウェスカーが38だから、ウィリアムが同期だったとすると、ウィリアム38で、まあそう考えると、このアネットが前後だったとしても36から40歳くらいだと考えると、まあ年相応の顔はしてるっちゃしてるって感じだよね。そうなったら逆に言うと、ダークサイドクロニクルズに出てきたアネットなんかすごく若々しい感じになるっていうところだよね。でもなんでこんなにキャラ変したんだろうね。なんかどの作品を通してもさ、あ、ウィリアムはウィリアムだなって感じがするけど、こう、アネットに関しては RE2 で変わりすぎだからね。で、こう、こんだけボッコボコに打たれてるのに、ね、G's my life! G's my life! で、顎が外れたんです。元に戻らんとです。もっと早く殺すべきだった。まあそうだよね。それは間違いないよ。やっちゃうべきでしてね。だけど何もできなくて悔しい思いをしてゴンス。シェリーのことは
よく人によくびっくりだよな。過去作品の中で一番クリックリだよな。でもお尻のプリンプリン加減はダークサイドクリスのクリーンに見えてる。ギターはコードベロニカの時のあのシーンだね。みんなよくわかってるよね。もうそのお尻を舐め回すようにご覧いただ、あの、拝見されてらっしゃったのが、拝見されてらっしゃったっておかしいな。ご覧になられていたのが、なんか袋詰めされてどっかに運ばれていったスティーブ君だよね。バーンサイド。もう一発、チュドン。そんなんでいいよ。倒したらね、苦労しないっすよ。ゴーリキーからカイリキーになったばかりだもんね。やつの必殺技、クロスチョップだからね。さあ、はい、苦しんで苦しんで。こんだけで苦しむんだったらね、もうその間に、クレアも、グレネードランチャーの硫酸ぶち込みまくってたらよかったのにね。どうなんだろうね、実際の。まあ、でもそっか、バイオ1なんかに出てくる護身用拳銃も、あんな小さいのに一発あたりの威力はマグナムに匹敵するし、しかもスピードがマグナムよりも速いっちゅう話だから、実は小さいやつから打ち込まれる方が速かったりするよね。だから、炸裂弾じゃないな、焼夷弾的なやつを、あの、ジュラシックパーク3でアラン・グラントがね、あの、撃たれた時、あいつ、スピノサウルスに打ち込んだりとかしてたもんね。ということで、燃やします。たまにはなんかちょっと言うと、あの、贅沢な戦い方をしてみたい。ういね、あの、レオン編なんかもね、ちょっと、火炎放射器でぶちのめしたりとかって裏でやったりとかしてみたけど、あれ結構面白いからね。ほいドーン受けい超贅沢。この戦い方できないもんね、普通考えると。ちょっと待って。でも、危ねさあ、こっからあのお前をひざまずかせるためには十分な硫酸弾をプレゼントするよ。あ、やっぱひざまずくんだ、ちゃんと。でも、短い。近づきます。ほいで直接、さすがに直接ぶち込んだら膝つくん、あれちょっと待って、今膝まずいた理由ってあれか、目玉が溶けたからか。目玉ゴン、オッケー。じゃあ直接お目玉いっぱい生える。こんな目玉いっぱい生えてきてたっけな、こいつ。もともと硫酸弾これ足るのかどうなるのか。硫酸弾が足りなかった時にはもう仕方ないから、 L をぶち込みまくる。デスノートに書いてある。あやばいやばい、飛んでくる。おーっと、ご褒美プレイですか。でも、ご褒美大事。オッケー。で、目玉、ゴン。あ、目玉ギョロギョロしてる。ギョロメ。ギョロメギョロメ。こっち向く。向かせないゴン。オッケー。ひざまずく。ひざまずきなさい。女王様とお呼び。やばい。で、くる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 。ちょ。ダサいダサい。これは非常にダサい。これは非常にダサくって、回復して、でさらにほいドン。OK。 あ、ちょっと待って、すごいみなぎってる。あ、第3桁入った。みなぎってます。ってことはこれあれだね。あ、やっぱこれだ。これくるね。クロスチョップズン、ナノチクロスチョップ。 OK。もうでもそろそろ終わりだよ。第3形態ここまで来たら。これはひざまずいてる。怪力。クロスチョップ。爆裂パンチ。空手チョップ。けたぐり。だんだん技が弱くなっていく。OK。まあ、体力の問題だね。もうでも終わるん。ちょっと待って。やめて。そのご褒美プレイは私の方からお返しでゴンズ。ブーン。あ、これで終わり。あー、面白い。はい。まさかのカウンターパンチでお亡くなりになるというね。ちゃんとこれダメージ入るんだね。知らんかった。よし。じゃあ、特に拾うものは、あ、拾ってく。でもね、特に必要なものないもんね。まあ、でもなんかさ、こう貧乏症だから、ついつい使えるんじゃねって思う武器はこう拾ってっちゃうって感じなんだよね。ニードルガーチ。これ意外と使えるんですよ、本当に。こいつの第4形態がさ、ベベ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 ベってしびれてると、なんかね、意外と使えたりするんですよね。で、これはいらない。これもいらない。ハンタマーマグナムだもんね。まあ、いらないもんね。よし。で、回復救急スプレーいらない。よし、じゃあこれ戻っていきましょうか。じゃあ、あの、親子の悲しい別れの場面を爆笑しながら見て、コンパート終わりにしようかなというふうに思います。 OK。 取っていい。帰りはゾンちゃんも出てこないよね。まあ、もうちょっとこう難易度難しくするっていうことであれば、ゾンちゃんとか出てきても面白かったかもしれないけどね。
ここに研究員とかが何人かいてさ、でもこれでもレベル3だからさすがにあれか、いやでもレベル3でもあの科学者はいたりとかしたもんな。そうするとどうなんだろう、ちょっとよく分かんなくなってくるね。まあいいや。あ、そっか。あのウロボロスのメダルのところを開けれるのはシェリーしかできないから、まあ、そう考えると、うん、あれだね。別にレベル3のに入れる科学者が他にいてもいいっちゅう、そういう話か。ねえ。よし。じゃあ、お邪魔しまーす。ごめんね、ちょっとイチャイチャしてるところ。うん、ほんの10分間の戦いで終わったよー。ジェリー大丈夫？ワクチン打ってでもそんなすぐ効果って出てくるもんかね。バイオ4のさ、あのレーザーで寄生虫を消滅させるとかだったら速効性があるのわかるけど、薬飲んですぐに GBS が消えるってワクチンどんだけ強力だったのよってなるよね。それ考えたらさ、ワクチンをさ、まあ、飲ませるの難しくても大量生成してで直接体とか目玉とかにぶち込んだら、あのウィリアムだってまあ元に戻るのは難しくってもこう無力化することとかってもしかしたらできたんじゃないかなと思うけどね。こんななんか爆発に巻き込ませるとか、大体そもそもあのリサドレバーが本当にあの後死んだのかどうかっていうのも疑わしいもんね。シャンゼリゼ通りでシャンデリアボーンってなって爆発でドゥーンってなってもお顔いっぱい生えてるからね。それは関係ないか。すぐに回復はしないけど、でもウイルスは消滅してるっていうね。これ面白いよね。面白いというかすごいよね、本当に。ワクチンってだからそう考えると効果高いんだよな。まあ、コロナウイルスのワクチンなんかもどうかってところがあるけど、あの予防接種でさ、毎年そのインフルエンザワクチン打ちませんかっていう案内が来たりとかするんだけど、僕、ね、残念ながらなんかね、インフルエンザワクチンと相性が悪いみたいで、ワクチン打つとあの、まあ、ワクチン打ったらあのその、ね、要は病原菌をちょっと弱めたやつを打ち込むわけだから体調悪くなって熱が出たりとかってのあるんだけど、ワクチン打ったにもかかわらずインフルエンザにかかるんよ。これほぼの確率がすごく高くって、で一方でワクチン打たない方がインフルエンザ全くかかりませんっていう感じだから、だから俺ワクチン打ったら逆にその病原菌入られやすい軟弱な体になってんじゃねえかって思って、そうなるとワクチン打たないでっていうのがここもう数年続いてるんですよね。だからあえてワクチン打たないで毎年過ごしてるんだけど、嫁さんはそれがなんかあんまり気に食わないみたいで、ワクチン打って言ってるんだけど、ワクチン打って俺がインフルエンザにかかるのとワクチン打たないでインフルエンザにかからないでってなったら、家族のためにもそっちの方がいいんじゃないかなって思ったりするけどね。まあもしその万が一打たない、たまたま打ったけどかかっちゃいました、でもその打ったおかげで大ごとにならずに済みましたよとかだったら、まあワクチン打った意味があるのかもしれないけど、ね、打たなかったらもしかしたら高熱出しすぎて脳がいかれて死んじゃったとか、そんなのもありたかもしれないですから、まあ、インフルエンザって人を殺すくらい脅威のあれですからね。何の話だっていうね。もう全然あの親子の別れのシーンに関してね、全然感情移入ができない。これに関してはその一人の娘を持つ父親として思うけど、もう親自業自得なのよ。 E さん見習いこの野郎っていうくらいなんで、まあ、E さんとローズの関係を考えると、シェリーとアネットの関係って全然なんかね、もう、あんまりというかもう全然感情移入ができないんでね、残念ながらね。本当にまあチューだけしといてあげて、チュッ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 、目玉いかれちゃってるけど、まあね。でここで実はね、ウィリアムの攻撃を受けてて種付けもされててピクピクってなって、こうバイオ本編で出てこなかった G5 プラスアネットが出てくるとかだったらもう最高にこう面白かったんだけどね。はい、動かないということでね、まあここから、まあ、脱出ルート向かっていきたいところではあるんですけど、まあ、区切りがいいのでね、一旦この辺りで終わりにしたいというふうに思います。ということでね、本パートも最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押して最後まで応援していただけると嬉しいです。ということで、今からこれいらない、これもいらない、これはいい、贅沢な戦い方をしたいと思いますんでね。はい。あとは大丈夫かな。うん。そうだね。ですな。よし。OK。じゃあ、本日も最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してね、応援よろしくお願いします。では、また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。
眠るの